JP モーガンは、アメリカ合衆国の元ポピュラー音楽歌手、女優、ゲーム番組パネリスト、コロラド州最南西のモンテズマ郡マンコスで生まれる。ハイスクール時代に、一家はカリフォルニア州に転居。モーガンには5人の兄弟と1人の姉妹がいる。1940年代後半、ロサンゼルスタジャンガヌベルデューゴ、ヒルズハイスクール在学中は、 クラスの会計係を務めていたので、銀行家、ジョン・ピア・ポント・モーガンにちなんで、JP とあだ名をつけられた。また、学内の集会で兄弟のギターを伴奏に歌っていた。モーガンだけでなく3人の兄弟も歌手になった。上から、ディック、デューク、チャーリー、JP。1959年出演のジミー・ディーン賞より、1950年、 ハイスクールを卒業した1年後にダービーレコードにて、かつて、ビルボードヒットチャートで、全米トップ10位を果たした、名曲、人生は一かごのさくらんぼをレコーディングし、1954年に、ポップスチャート26位を記録した。ほどなく、RCA ・ビクターと契約を結び、ヒットチャート3位を記録し最大のヒット曲となった、ザッツ・オール。 I want from you など1年間で5曲をヒットさせた。他の著名なヒット曲としては、ザロンゲストウォークペッパーホットベビーなどが挙げられる。1954年、マイケル・バイアーノと結婚。RCA との6年間の契約の後、1959年に MGM レコード専属となった。1954年から1955年にかけて、ABC の番組、 ストップザミュージックのボーカリストを務めた。1955年11月、イギリスの音楽誌 NME は、モーガンが、米キャッシュボックス誌の人気投票で、女性歌手の1位になったと報じた。1956年、兄弟3人も出演した、自身の冠番組、JP モーガン賞を持ち、他のバラエティ番組へのゲスト出演も増えていく。 ロバート・ギュー・ルイスの CBS バラエティ番組に登場するギャングの創立メンバーになり、ジャッキー・グリーソン賞でグリーソンが休暇を取った特別会にルイスのメンバー全員と共に代役として出演した。1958年、ABC のパッド・ブーン・シェビー・ショールームに出演。1960年10月6日、NBC のテネシー・アーニー・フォードのフォード賞にゲスト出演した。 1961年、ロナルド・レーガンがホストを務める CBS のアンソロジーシリーズ、ジェネラル・エレクトリック・シアターのエピソード、マネーザ・ミニスターにサリー・ド・ワイト役で出演。1962年、ジャッキー・クーパー主演の CBS の軍事シットコム、ヘネシーのエピソード、パティ・エスチューンで、パティ・マックスウェルを演じた。同年、NBC の ジョイビショップ賞の第1期26はザッツショービズでキティ・フランダースとして起用された。1964年 NBC の医療ドラマザイレブンス・ワワーのエピソードサンデイ・ファーザーでルース・セヴァンス役にキャスティングされる。1960年代はナイトクラブ出演に多くの時間を割いた。1966年 CBS の マイスリーサンズのエピソード、フォーリングスターで、落ち目の歌手クラウディア・ファレル役で出演。1973年、ABC のシットコム、おかしな二人のエピソード、ザ・ソングライターに、本人役で出演。1973年、映画、ザ・オール、アメリカン・ボーイに、マグダ・バレンタイン役で出演し、その後も、アメリカ初沈作映画情報、ナイト・パトロール。 ホームアローニなどの映画にちょい役で出演している。1978年、マペットショーのエピソード2.18にゲスト出演、ドクター・ティースとザット・オールド・ブラック・マジックを歌った。1976年から1978年にかけて人気ゲームバラエティ番組ザ・ゴングショーのレギュラー審査員を務めたが、胸を一瞬露出したため解雇された。 また ABC のクイズ番組、ライムリーズンや NBC のクイズ番組、マッチゲームにも出演。舞台裏を描いた映画版のザ・ゴングショームービーにも登場、問題の強風露出シーンが無修正で収録されている。またプレイボーイチャンネルのクイズ番組、エブリシングゴーズや、かつてのゴングショーの相方ジェイミー・ファーと共に、ハリウッドスクエアーズ2004年ゲームショーをイーク2に、 出演した。2002年、ザ・ゴング賞、ザ・デイティング・ゲーム、ザ・ニューリーウェイのゲームを世に送り出したチャック・バリスの架空の人生を描いた、ジョージ・クルーニー監督映画、コンフェッションに出演した。ありがとうございます。